さあ皆さん、上智大学行ってみたいと思います。今日の長文の全体図はこちら。内容1問題と下線部説明、一緒に頑張りましょう。では皆さん、こちらの説問の指示の一読をお願いします。さあ皆さん、第一段落でございます。皆さん、下に注釈をつけたんですが、ちょっと皆さん多いので、ひとまずこれを確認しながら一読をお願いします。さあ皆さん、問いの1番でございます。こちら第1段落に関する説問でございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、ソポクレースとホメーロスですね、それが本文のこちらに書いてあります。で、それに関して著者が言及しているのはなぜなのかということですが、皆さんおそらくこのあたり読んでいただいたかと思います。で、皆さん、この彼らと一緒に喋ってますよ。で、その時にユートピアという言葉を使っていたら、アドリーということですから、なんか奇妙な顔、まあ、変な顔で見られたかもしれませんということですね。で、なんでやねんって感じがしますが、皆さん、その次の文章でわかりそうですね。そうです。そのユートピアという単語はこの16世紀ですね。このトマス・モアさんが作った言葉でございます。ですから、古代ギリシャの時代に生きていた人とこの16世紀の言葉ですね。当然時代が違ってるわけですから、そりゃあ皆さん、アドリー、おかしいなっていう話になるかと思います。で、おそらく皆さん、そういう選択肢を発見できてますよね。ですから選択肢の A であれば、例えば知識、それに関する記述はないですね。で、選択肢の B をすっ飛ばして C、ユートピアで暮らしてた。皆さん、ユートピアは16世紀にできた言葉ですからね。で、選択肢の D は一番最後、コンセプト、概念という話ではないですね。となってくると、やはり選択肢の B が良さげですよね。ユートピアという言葉は、その彼らの時代の中で存在はしていませんでした。そうです。出来上がったのは16世紀ですからね。ですから、正解は B ということで、よろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの2番でございます。検討をお願いします。さあ皆さん、説問の指示のヘンリー8世ですが、このあたりに書いてますね。そして皆さん、説問の指示の中にある imply、ほのめかす、暗に示しているという表現が suggests、しっかり言い換えられております。ですから最大のヒントは、この三角括弧でくくったところ、このあたりでよろしいかと思います。で、皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、彼が暮らしていたイングランド、それは less than perfect、 完璧ではなかったんですよね。で、皆さんも気づいているかもしれませんが、本当はこういう perfect、 つまりユートピアに住みたかったんですが、現実にはパーフェクトではないですよ。その対比関係もヒントにしてますよね。で、選択肢の A であれば、皆さん、文末 ruler、 支配者の話はないですね。そして選択肢の B もこの後半でよろしいかと思います。結婚しすぎているという話はないですね。で、選択肢の C は皆さんも全く正反対ですね。完璧じゃないわけですから、×。で、選択肢の D であれば、問題を抱えた社会と書いておりますので、これはパーフェクトではないですね。ですから、この三角括弧と言い換え可能。よって正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。で、今回も注釈が多いので、まずはこれを確認しつつ、一読をお願いします。で、皆さん、問いの3番でございます。検討をお願いします。さあ皆さん、神のような能力と書いておりますが、これと同じ文章中にその言い換えがありますよね。そうです。その真下にあるクリエイトですよね。想像する、もちろんその想像するというのは、神が今までなかったものを作り出す、そういう話でございますので、皆さん、この三角括弧のところですね、これの言い換えが皆さん正解になってるかと思います。ですから、選択肢の A であればイマジネーション、これの言い換えはないですよね。そして皆さん、 BC にすっ飛ばして D も書いていないですね。で、あとは皆さん、選択肢の B か C かということですが、皆さん、こちらに世界と書いてますね。ですから、それの言い換えと言われたら、選択肢の C ですね。New Worlds。ですから、世界つながりで、正解は C ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて問いの4番でございます。
検討をお願いします。サラさん、該当箇所はこちらでございますが、その右側もヒントになりますよね。そうです。三角括弧でくくりましたが、文学作品で、その文学作品が次の文章中にもありますよね。で、皆さん、その箇所を皆さん読んでいただけると、この棒線部引っ張ったところ、この辺りから正解が見つかったはずですよね。特にこのオースティンが暮らしている場所、そうです、著者が生活をしている世界、社会のことですよね。ですから、選択肢の A であればこの文末ですね。地理的な近さの話はないですね。で、皆さん、選択肢の B も True Words、まあ、正しいとか間違っているという話も書いていませんね。で、選択肢の C をすっ飛ばして、選択肢の D、イマジネーションの話も書いておりません。ですから、選択肢の C のこの辺りですね。作家自身の世界、まさにオースティンが暮らしている世界、言い換え可能でございますので、C が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの5番でございます。検討をお願いします。それさ、説明の指示の該当箇所はこのあたりですね。ですから、まずはこの四角括弧でくくったところ、このあたりを皆さんおそらくヒントにして考えていただいたかと思います。で、皆さん、出だしの envisage、 これは皆さんちょっと初めて見る表現でして、何のこっちゃいっていう方多いかと思います。ただ、皆さん、これに綴りが似ているものとして envision、 それをご存知の方は結構いらっしゃるかと思います。そうです。心に描くという意味でしたね。ですから、世界、世の中を心に描く、それは皆さん全く違う世界ですね。それはみすぼらしい1930年代のテキサス、そこの僻地とは全く違う世界、それを心に描く、まあ空想するんでしょうね。で、皆さん、その世界とは皆さん全く違うと書いておりますので、この1930年代のテキサスの僻地、これが皆さん現実の世界なんでしょうね。ですから、現実の世界とは全く違う世界、もちろんそれは空想、非現実の世の中のことでしょうね。で、それと言ってる選択肢、皆さん見つかりますよね。もちろんぴったりなのは C ですよね。現実よりもファンタジー、それに皆さん近いと言っておりますので、こちらと言い換え可能ですよね。よって正解は C ということでよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。皆さん、5題解いていただきましたが、正解のヒント、もしくは根拠となる文章中に隠れた共通点、そうです、共通点、皆さん気づいている方いらっしゃいますよね。改めて振り返ってみたいと思います。まずは問いの1番、ユートピアという単語に関して古代ギリシャにはなかったですが、実際にあったのは16世紀、それをヒントにして正解を出しましたね。じゃあ皆さん、このオレンジの関係、もちろん矢印の向きは反対ですよね。そして問いの2番、理想はユートピア、つまり完璧な社会ですが、現実は完璧ではないんですよね。で、それをヒントにして正解が出せました。で、皆さん、関係性見ていただけるとすぐわかりますね。理想と現実、完璧と完璧ではない、矢印の向きは反対ですね。そして問いの3番、神の力が何なのかという設問がありましたが、そのヒントはクリエイト。で、そのクリエイトというのは、何もない状態、世の中にないものをこの世に生み出すこと、それが創造するということですね。で、もちろんそこからヒントがもらいましたが、無と有、やっぱり矢印向きは反対ですよね。もちろんこれは他の4番も他の5番もそうなんですが、共通点も見えましたね。もちろん対比でございます。ですから、上智だけでなく他の動画でもいろんなところで喋ってるんですが、とにかく対比がヒントになりますので、逐一皆さんにお伝えしている状態でございます。とにかくこれが正解のヒントにつながりますので、皆さんの合格にもつながりますからね。ぜひ頭の中に残していただきたいと思います。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。